皆さんこんばんは。今日も月に寄り添う乙女の作法 2.1 エスパルの宣伝にやってまいりました。発売まで残り6日です。本日のカウントダウン担当はみんなの頼れる委員長梅宮伊勢屋お嬢様と。こんばんは。え、なんでジャスコと、どういうこと。パリからの天才留学生ジャスティーヌ・アメリ・ラグランジェお嬢様です。久しぶりだね。え、なんで伊勢丹と、どういうこと。お二人とも同じマンションに暮らし、同じ教室で学ぶ仲なのですし、ここは仲良く宣伝を。うん。で、どうしてエストンや大塚さんじゃなくてジャスコ。こっちが聞きたいんだけど、なんで私が伊勢丹と一緒に扱われなくちゃいけないの。迷惑なんだけど。迷惑？迷惑ってどういうこと。私そこまで言ってないよ。どうしてそこまで言われなくちゃいけないの。だって私の方が偉いし、地位も高いし、才能もあるし、デザインだってできるよ。でも私より背は小さいし。は、何それ、どういうこと。今関係なくない。日本では背の高い方が偉いの。日本人の平均身長って私たちフランスの平均より低いよね。だったらフランスの方が偉いってことだよね。別に身長関係なく、ジャスコはフランスが一番だっていつも言ってるよ。私はそうは思わないけど。でも身長基準なら私の方が偉いってことになるね。はあ、バカじゃないの。あ、そうだよ、伊勢丹はバカだよ。こういう時は身長じゃなくて頭のいい方が偉いんだよ。だから私の方が偉いよ。バカってひどくない。身長の高い低いは現実というか事実だけど、バカとかそういうのはただの悪口じゃない。どういうこと。お待ちください。面白いので黙って聞いていましたが、そろそろ宣伝に支障の出るレベルの喧嘩になってきました。ここは一度落ち着いて私たちの役目を思い出しましょう。無理。こんな心境で私ジャスコと宣伝なんてできない。私だってお断りだよ。どうしてもって言うなら相手変えてよ。伊勢丹じゃ嫌だよ。では喧嘩の原因となっているどちらが偉いかの優劣がはっきりすれば、宣伝に協力していただけるでしょうか。それなら私が基準を設けます。より宣伝に貢献した方が偉いです。は、どういうこと。なんで白い子が私たちの優劣の基準を決めるの。おかしいよね。ですが、今この場で最も必要とされているものはそれかと。お客様にもご納得いただけるでしょうし。ううん、私が納得できない。そんなあやふやなもので私たちを決めつけられても困る。だってこれ私とジャスコの喧嘩だよね。宣伝やお客様は関係なくない。どういうこと。あ、いえ、そのっていうかさ、数字とかで可視化できないものを基準にして私たちを煙に巻こうとしてるだけだよね。そんなの見え見えだよ。バカじゃないの。白い子伊勢丹よりバカだよ。それ世界で一番バカってことだよ。はあ、どうして私が暫定世界で一番バカになってるの。私よりバカなんて世界で探せば他にいくらだっているでしょ。どういうこと。バカじゃないの。は、何伊勢丹ごときが私のことバカとか言ってんの。バカって先に言った方がバカだよ。つまり伊勢丹は私よりバカってことだよ。うちの袋ももんがの低空飛行よりバカだよ。宣伝しませんか。月に寄り添うジャスコのバカ 2.1 エスパル6日後に発売。これでいい。はあ、バカを清めた梅宮伊勢屋 2.1 バカタンの間違いでしょ。何適当言ってんのこのバカタン。バカタンってそれ原型とどめてないでしょ。ああ、もうジャスコのバカ、バカティーヌ。人の名前バカにするとかムカつくんだけど、どういうこと。月に寄り添う乙女の作法 2.1 エスパルは6日後に発売ですよ。よろしくお願いします。ではまた明日。ちょっと、まだ決着ついてないのに終わらせるなんてどういうこと。本編で決着をつけてください。どちらがヒロインとしてより個別ルートを望まれるかのアンケート結果で。はあ、白い子と結ばれるためのヒロインなんてこっちから願い下げなんだけど。白い子と恋愛するならモルモット好きになった方がマシだよ。それどころか伊勢丹と付き合う方がまだいいよ。あ、そうかな。私となら付き合ってもいいんだ。
え、なぜそこで照れるのですか？今、照れる要素ありましたか？ん？まあ、伊勢丹からお願いするのが条件だけどね。伊勢丹がどうしてもって頭下げてようやくだよ。まあ、それなら考えるレベルだよ。でもそこまですれば考えるんだ。私となのに。いや、白い子はごめんだけど、伊勢丹だったら私となのにって伊勢丹が言うほど付き合いたくないわけじゃないけど。そうかな。女同士なのに付き合ってもいいなんて言われるとちょっと照れちゃうね。あはは。え、何ですかこれ。どういう状況ですか。あれ